こんな感じ。しまったな。そんなに前髪気にしてるんですか。いや、なんか、はい、いや、あれなんですよ。あの、携帯で見てるかと思ったらテレビ画面でも映るじゃないですか、 YouTube。 でっかいじゃないですか。そうするとやっぱこう気になりますよね。なんかした方がいいかな。変わんない人なんですか。画面小さいんですよ。画面小さいから分かんないけど、画面大きいとやっぱ気になりますよね。皆さんこんにちは、加藤チャンネル、加藤ちゃん。今日のテーマはメダカです。メダカについて詳しく説明します。メダカって目が大きくて、頭のね上の方にこう位置してるのでメダカって呼ばれたりしますね。日本各地に、分布してます。流れの緩やかな小川とか水路とか、田んぼなんかに生息してますね。日本人にとってはとてもね、身近な存在だと思います。静岡で捕獲したのはね、これメダカ、南メダカ、普通に黒メダカって呼ばれているやつですね。蚊のね、子供、幼虫、ボウフラなんかを食べてくれるので、メダカがいる環境っていうのはとてもね、いい環境なんです。今日ぜひ、皆さんにはこのメダカのオスとメス見分け方、あとはそもそもメダカ、間違えないようにしてくださいね。似たような形の魚で、中には外来種で300万以下の罰金とかね、300万以下の罰金とかね、なってしまうような特定外来生物もいますから、見分けられるようになってください。こちら静岡県で捕まえた、県内でね捕まえたメダカです。色がちょっとね地味ですよね。灰色っぽいというか黒っぽいというか、ね、これがメダカ本来の、ね、色になります。どうでしょうね、皆さんメダカというと黄色っぽいメダカをね、想像するんじゃないでしょうか。こちらほら、こちらはほらヒメダカと言います。ヒメダカ品種改良されて、人為的に生み出された、まあ品種ですね、ヒメダカと呼ばれます。あ、そうそう、2013年に日本のメダカって2つに分かれました。南側にいるね、私たちのこの静岡県に分布しているものは南メダカと呼ばれますね。まあ一般的にメダカと呼ばれていたものなんですが、地味な色をしてますよね。コロナ禍で、まあ、ちょっと赤っぽいものとか突然変異で生まれたものをそれ同士を掛け合わせて、このようにヒメダカという品種ですね、これが生み出されました。人為的に作り出した魚ということになります。このヒメダカをねたくさん増やすね、楽しみもあるんですけども、色が綺麗だから、でも野生にはない色ですから、増えたヒメダカを野外に放すということは良くないことなんですね。これは人間が遺伝子を偏らせて作った品種になります。その他にもね、いろんなメダカの品種があって、例えばほら色がちょっと違いますよね。ほらよーく見ると分かりますかね。真ん中のはね白っぽいんですよ。これは白メダカ。こちらのメダカはもう少し落ち着くとね色が出るんですが、青メダカ。で、もう一匹黒っぽいのはこれ黒メダカ。メダカはメダカでもいろんなあの色とか形を人間はねこう生み出してきています。この辺りも品種ですね。はい。最近はもっとね形が変わって、こんなちょっと体が短いですよね、ショートボディのメダカ、だるまメダカと呼ばれたりしますね。こういったものも生み出されています。このヒメダカと、ね、他の黒メダカとか白メダカ、青メダカっていうのは人間が作り出した品種です。身近ですよね。例えば小学校でも飼育するときにこのヒメダカを使います、ね。小学校5年生で授業で習ったりしますけどね、
いろいろホームセンターにも売られていますけれども、これは人間が生み出した、作り出した魚ですから、この色形は野生にはないんですね。増えても川とか池に放してはいけない、そういった生き物になります、ね、最後まで可愛がってあげてくださいね。川に住んでいるんですが、実は鯉とかフナとはちょっと離れた類縁関係なんですね。簡単に言うと、そうですね、メダカは鯉とかフナよりもサンマとかトビウオに近い仲間なんです、ね。川にいるんですけれどもね、よく体形を見てもらうと特徴がね、背びれよく見てください。体の後ろの方にありますよね。今度サンマを食べるときに、見てもらうといいんですが、サンマとかね、あとまあトビウオなんかも背びれがね小さくて、体の後ろの方についてます。サンマとかトビウオにね近い仲間ということが最近ね分かってきました。ダツモク、ダツというね魚がいるんですが、まあ、それを代表としたダツのグループですね。鯉とかフナ、鯉のグループになるんですけども、全然違うね流縁関係になっていて、このメダカはもともとその川で誕生したというよりかは、まあ、祖先が海にいて、その海にいたメダカの祖先が、まあ、川に侵入していった。でそこで、真水の世界に適応できたとで考えられています。なので、そうですね、フナとか、鯉よりも塩分濃度に、まあ、高いところでもね、住むことができたりします。耐塩性があるんですね。例えば、大雨が降った時に、メダカが流されますとね、海に出た場合、そのメダカたちは死ぬことはなくて、また元の川に戻ることもできるし、海を伝って隣の川に、ね、移動することもできます。塩分にね、対して、結構強い、そこが、祖先、ね、海にいた魚の名残とね、考えられます。実際に塩分を排出するそういった機能が高い、ね、そんな魚なんです。ではここからオスとメスの違いについて紹介します。多分ね、誰もが経験したことがあると思います。小学校の時にテストに出るんですよ。メダカのオスとメスの違いを説明しなさいとか、絵に描きなさいとか。で、習ったばっかの時はね正解するんですけど、だんだん忘れちゃうんですよね、どっちがオスかメスか。今ちょっと手元の水槽にオスとメス入れてみますね。ほらいいでしょ。ほらたね。はい、こちらにオスとメスをメダカ入れてますけれども、皆さんどちらがオス、どちらがメス、わかりますかね。覚えてますか。はい、まずこちらがメダカのオス、こちらがメダカのメスです。ほら、皆さん違いわかります。見分けるポイントは大きく2つ。1つは尻びれですね。オスの尻びれは、平行四辺形ですね、大きい、ね、広がってます。メスの方は小さい、ね、三角形、直角三角形みたいにね、尻びれが短いっていうのが特徴です。それから背びれ、ね、オスは背びれがね大きくて、少しね切れ込みが入ってます、ね、メスの方は切れ込み入ってないですね。こんな違いがオスメスにあります。まあ暗記すれば早いですよね。ただ時間が経つと、どっちがどっちか、ヒレが小さい方がオスメスって分からなくなっちゃうんですよね。そういった時は形の違いというのを
機能ですね、働き、どんな働きをするのかという、ね、点で考えてもらうと間違わずに覚えていられます。なぜオスが長いのか、尻びれ、ね、背びれもちょっと大きいですね、広がってますね、切れ込みがある、まあ、こんな感じですね、こんな感じになってます。これはそうですね、なかなか教科書には載っていないんですけれども、メダカのね繁殖、卵を産みます。メスが卵を産んだ時にオスは精子をかけるんですけれども、その時にただ、ね、出していただけだと水で流れていなくなっちゃうんですよね、しっかり受精させるためにオスはこのヒレを使ってメスをね抱え込みます。これがメスだとします。そしたら、オス、こうした方がいいのかな、違うな、これこっちがメスこっちがメスだとしますね、こっちがオス、受精するときにオスはメスに近づきます。近づいたときにこの背びれでメスをこう抱えます。そして尻びれでね、メスのお腹の下のあたりをこう支えます。ここで掴むようにして、ね、ヒレが機能します。メスのお尻のところね、卵が出てくるところをしっかりヒレで包むことによって、しっかり受精率をね上げるように働くんです。このように、ね、理由をね、しっかり考えておく。そうすると長期的な記憶につながりますから、小学生の皆さんは学校でね、テストにも出ますから、しっかり覚えてください。覚えるポイントはただ形の違いだけじゃなくて、その理由ですね、なんでそのような形になっているのか、ここをしっかり覚えておくと形の違い、それがオスメスの違いに結びつく、ね、大事なことですよ。しっかり覚えておいてください。あ、いたいた、取った、ほら取るときはこう今みたいなザバッていった方がいい。そうです。しかも狙って取る場合は生き物の動きを、ね、予想することができますから。ほらほら、これ全部あの辺泳いでるんですよ。ほらほら、メダカの卵とか稚魚食べちゃうので全部入れ替わっちゃうんですよ、知らないうちに。